2012年のスーパー GT は2012年3月31日4月1日に岡山国際サーキットで開幕し10月27日28日にツインリンクモテギで閉幕した全8戦と11月16日から18日に富士スピードウェイで行われたジャフグランプリのシリーズである高騰する参戦コストの低減を目的に 2009年よりレース距離が短縮されていた第2戦と第5戦については、それぞれ 500km 及び 1000km の従来のレース距離に戻される。また、第7戦については、当初10月13日14日の開催を予定していたが、同日に富士で FIA 世界耐久選手権の第7戦が開催されることから日程を2週間前倒しし、 玉月で第6戦も1週間前倒しされた。さらに、ジャフグランプリについても、前年に近隣で開催された、プロゴルフツアーの三井住友ビザ太平洋マスターズと、日程がバッティングし宿泊施設の確保等に問題が生じたため、1週間遅らせて開催されることになった。なお、ジャフグランプリ終了後に、中国の主海国際サーキットで特別戦を行う。 予定であることが第一戦の定例会見で発表され、5月時点では12月23日の決勝開催で詰めの交渉を行っているとしていた。この時点では GT500、300各クラス15台ずつ、計30台のオールスター戦として、両クラスの混走で50分から1時間のレースを行う予定だった。しかし、プロモーションを行う時間が不足していることを理由に、 今期の開催を断念し、翌2013年に開催できるか、再検討することとなった。GT500 クラス後述する GT300 クラス車両の実質的なポテンシャルアップに合わせ、リストリクタ系の拡大等が行われる。GT300 クラス GT300 クラス CR、ZGT300 使用 GT300 クラス、前年同様、J スポーツによる BS、 CS での前線成中継と、テレビ東京系、スーパー GT でのダイジェスト放送が行われる。この他、ニコニコ生放送にて、J スポーツの映像を使用して、前線の公式予選と一部のレースの公式練習の、無料ライブ配信を行う。タイアイコール B、ブリジストン、Y、横浜、D、ダンロップ、M、ミシュラン、H、 ハンコック GT500、GT300、GT500、GT300 第3戦にスポット参戦したサンダーナレーシングは主催者推薦のスポット参戦のためシリーズポイントは付与しない。GT500、GT500 第1レースは天候不順により10ラップで終了したため規則に基づき半分のポイントが与えられた。GT300、ありがとうございます。